チス誰も知らないカリウドことイカレタコスケです。アルバトリ音楽ルート、まあ何回も言っていますけど、大体のもう大体これ確定したんじゃない、日にち。今6月の22日でございます。これアルバトリオンが来るのが7月の上旬って言われてるんですよね。7月の上旬で、今6月22日で月曜日、アップモンハンのアップデートがだいたい金曜日で、前にアルバトリオンのお話し出した時はゲリラ的に来るかもねって話をしたんですよ。前回もね、前回とか何度かそういった経緯がありましたから、昔。でもきっちりと7月上旬に準備しますと、まあだいたい一月近くの猶予を持って発表してますんで、多分金曜日なんじゃないかなって思うんです。で、じゃあ7月の上旬の金曜日っていつかなと思ったら、だって来週の、要は今22日で1週間後は29日が月曜日でしょ。その次の日曜日、あ、日曜日じゃない、金曜日ってなると、そっからもう6日後、5日後かになるわけですよ。そしたらもう、7月の何日、まあ、5日ぐらいですか、4、5日あたりですかね、になるんですよ。で、その次の金曜日ってなると、もう上旬かという、まあ、上旬っちゃ上旬だけど、ほぼ中旬ではみたいな、12、3日とかでしょ。ってことは7月ドア玉の金曜日にもうアルバトリオン来るんじゃないですかね。そう考えると割と早いかもしれないですね。今週の金曜日が来て、で、まあ要は来週じゃないっていう予想がね、今ちょっとマイクをね咳込んじゃう。さっきね、小イワシをね、炙り焼き小イワシというのがね、セブンイレブンに売ってたんで、それで小魚のやつ食べたらね、喉に来ちゃいましたね。咳のためにマイクを止めましたというお話でございます。で、まあアルバトリオンおそらくちょっと待ってなんでこれこんなに喉くんの、コーヒー飲もう、小骨がね、小骨というか尻尾とかがね刺さるんですかね。で、まあ、まあまあまあおそらくもうあと1週間10日ぐらいで来るでしょうと。まあ、こっからもうここ、まあ、まあ今回の動画の趣旨としてはこれだけなんですけど、雑談としてね、一番最初にアルバトリオンにみんな何で挑むかと、あの弱点らしい弱点っていうのはないわけですよ。で、今作はあのクラッチクローもあるので、割かし、まあ、頭部を狙いやすくなってくると、まあ、みんな持ち武器があると思いますけど、タコスケみたいに何本か武器を使っている人間としては、ヘビーボーガン、勝てない的にはヘビーボーガンとか、使いやすいのは、双剣とか、まあ、前回の動画ご覧いただいた方はわかる通り、全く使えない太刀とかね、あるじゃないですか。今回は、ちょっとね、コメント欄の方に、アルバトリオン勢、私ね、アルバトリオントライで戦ってんですけど、それ以降のアルバトリオン戦ったことないんですよ、実は。なんでもう記憶もだいぶあやふやなんで、これ過去のアルバトリオン勢にちょっとむしろアドバイスをもらう動画といったとこでございましょうか。何で行く？だって頭部に攻撃が届くのであれば、気絶値の高いハンマーなんかもまあわりかし有用になってくるよね。クラッチで頭に気絶叩き込めるし、ただまあ気絶1回とかっていう話になってくれば、まあ聞きやすいこと前提でね、ヒット数の多い双剣とかだって、まあ一応ね、強打の装備があれば狙っていけるわけですよ。で、今回は滑空ノリがあるでしょ。場所どこだか分かんないけど、そもそものマップがノリができるところかどうか分かんないけど、たとえ平地だったとしても、前の動画でちょっとね、双剣の動画でお伝えした、双剣妙義でもうお伝えしてる滑空ノリがあるでしょ。これ多分ソロでも今までのモンスターの感じだと、まあ、ちょっと無理すれば2回乗れるんですよ。2回目まではまあそこそこ乗りに行けるかな。まあうまく立ち回れないことを前提としてね、かなり戦いにくかった記憶があるんで、この辺狙っていくといいかなと思うんですけど、皆さん何で行く？やっぱり
ボウガン。でもね、頭高いでしょ。で、動きも激しいから、割と鉄板だったガード三段だったりとか、鉄鋼榴弾がどこまで効くかわかんないよね。特に鉄鋼榴弾は、まあ、安定の武器っちゃ安定の武器。どこでね、新人ハンターを地獄に落としてくるか。前もなんかの動画で言ったんですけど、鉄鋼榴弾って、残裂弾の代わりの、慣れてない、初めてモンスターハンターに触る人のための救済武器なんですよ。ポジションとしては。だから、ほとんど弱体化もされないし、あの通り誰が使っても敵を倒せるようになってるんですね。これを、ムフェトジーバーはわかるじゃないですか。もうマルチ前提、大前提ですから。鉄鋼榴弾、もう効きやすいけども、他の武器でも慣れてる人だったら戦いやすいって来てますけど、アルバトリオンがソロでも挑めるモンスターだった場合、初めての近畿モンスター、まあ、近畿級、マムタロットとかいろいろいるけども、近畿級のモンスター、ソロ討伐って可能性になるわけですよ。まあ、ムフェトジーバー、ソロで討伐してる化け物の人とかもいますけど、さておきね。普通の一般プレイヤーが、ソロで戦う、まあ、最強のモンスターにおそらくなるんですよね。こいつに鉄鋼榴弾ありきにするかどうかって割と左右されてくんじゃないかなと私思うんですよね。ただ鉄鋼榴弾をガードするってなんだろうね。気絶は入ってもダメージが入んない、もしくは、ダメージが入っても気絶が入んない。でもダメージがある程度入るんだったら、鉄鋼榴弾ってまあ固定ダメージだから、ムフェトジーバみたいに爆破ダメージ半減とかがなければ、まあ撃ってれば倒せないこともないよね。戻り玉とテントがあれば、補充も効きますから。でもワンチャンもしかするとテントなしとかあるかもね。でもムフェトジーバであったからな。でもムフェトジーバは戦闘時間の問題でどうしたってガンナーとかは戻らざるを得ないところはありますからね。だからここちょっと気になってんですよ、アルバトリオンのポジション。アルバトリオンは本当にポットでなんだよね。ブラキとかラージャンは一応ね強化個体出ましたけども、特殊個体出ましたけども、まあ、前置きがあるわけじゃないですか。普通のブラキもいるし普通のラージャンもいますよと、まあ、背景設定とかはさておくとしてね。でもアルバトリオンはさ、マジでポンって出てくるわけですよ、アルバトリオンとして。これ最強のモンスターのポジションとしてはワンチャン一線を画してくる可能性があるんではないかと個人的には思っているわけですね。でみんなにちょっとね、万が一ね、まあ、もういいよ、鉄鋼榴弾で倒せるんだったら鉄鋼榴弾で倒せるでよしじゃないですか。万が一鉄鋼榴弾で倒せなかった場合で、マルチでもだってうまく戦えるか分かんないのにマルチ行くの怖いよっていう人もいる場合、何で戦ったらいいのかっていうのをね、ちょっとコメント欄でね、アドバイスぜひとも経験者勢の皆さんにしていただきたい。皆さんに考えていただく弱者生存戦略といったとこでしょう。私もね一応頑張ってね戦ってみようと思いますけど、ね、フロンティアを除くとね、アルバトリオンは一番苦戦した記憶がありますよ。まあその時のモンスターハンターの、まあ、やり込み度というか慣れ具合も今とはちょっと違ってますけども、トライやった時でしょ、多分ね相当負けてたはず、私の記憶が確かならば。ね、装備全部作るのがもう無理だよってなってた気がする、私は。まあその後どういう風に変わったか分かりませんけども、かなりの強さを誇ってくると思います。まあなんでね、特に鎧玉関連、アルバトリオン来る前に、これはとは使うかなっていう装備しっかりと強化しておいた方がいいと個人的には思っちょります。というわけで、まあちょっとね、アルバトリオンがもうすぐ来るというワクワクを込めた雑談となりましたが、他力本願ではありますがね、もう私も頑張るよ頑張って弱者生存するよ。
双剣戦えるかな、双剣戦いたいな。足今回ばかりは傷つけがもしかしたら巧妙を得るか、足傷つけがね。というわけで楽しみにしていきましょう。もう来月ドア玉に来る可能性大なんでね、頑張って装備等々整えておきましょう。それではいい、でもいい装備でしょ、いい見た目でしょ、見た目もちゃんと揃えていくからね。ではでは、誰も知らないカリウドこといかれたこすけでした。にゃん。